村上市と上越市の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザ。上越市では昨日の午後4時に対象となっていた10万4000羽の殺処分が完了しました。村上市では今日正午までに126万羽余りが完了していて、明日朝までに全ての殺処分が完了する見込みです。影響は私たちの身近な食材に及んでいます。新潟市中央区にあるこちらの飲食店で人気なのが親子丼。柔らかい鶏肉とふわとろな卵が絶妙に絡み合います。しかし親子丼に欠かせない鶏肉と卵の仕入れ値が上がっています。コロナぐらいから上がってきたんですけれど、でインフルエンザ、鳥インフルエンザですね、はい、そちらが、起こってからいきなり高騰した、何十パーセントもみたいな。新型コロナ前に比べると鶏肉は 30%、 卵は 20% ほど値上がりしました。県内で鳥インフルエンザが発生した後、鶏肉などが入らないこともありましたが、現在は解消。価格上昇が負担となっていますが、メニューの値上げは難しいといいます、ね、値上げするわけにもいかないんで、なかなか利益の方が削っていくという形で、はい、うちの店は取っております、はい、仕入れ値がこれだけ上がるってことは経験したことありますか？今まで自分が料理をやってきた中では一度も経験はないですね、はい。価格高騰の波に追い打ちをかけた鳥インフルエンザ。影響はしばらく続きそうです。